今から向かってるのは秋田犬の里ですね。秋田犬の里というのがあるらしくて、ここから2時間ぐらいまた車を走らせて秋田犬に会いに行きます。犬好きなんでね。今弘前のちょっと先、弘前市ではあるかもしれないですね。もうしばらく走ったら秋田県に突入ですね。あ、大鰐になりました。リンゴの里です。湯の里、リンゴの里、大鰐。秋田市まで152、大館まで38キロと書いてありました。大館というところに秋田犬の里はありますので、僕はこの県境をまたぐ瞬間を一大スペクタクルイベントにしようとしてるのに、いつもいつの間にか入ってるっていうね。まだ一回しかできたことないんじゃないかな、ちゃんと。津軽関の庄、関庄が昔あったんでしょうね。だからもうそこが多分県境に近いんじゃないかと俺は予想する。さあ、関庄を越えたということは、この山を越えたらおそらく、秋田県になると。ナビとかね、によっては秋田県に入りましたとか言ってくれるけど、この Google マップさんはね、結構その辺ドライなんで。あら、気持ちいい道、いいですね。俺看板見逃してないよね、まだ。お帰りは秋田県、素晴らしい旅を青森県。え、どういう意味？入ったーのか。あー、あった、秋田県。秋田県最初の市は大館市だったんですね。秋田犬の看板がありました。入りました。ようこそ秋田へという看板もありました。この度5軒目、5軒目です。これが秋田県か。はじめまして、秋田県。秋田犬まであと18分です。大館駅すぐなんで、これもっとなんかこう小祝農場みたいにわって広いところにふってあるのかなと思ったら、駅地下なんだと思って。まもなく大館駅付近。お、駅だ、大館駅、立派な駅です。そしてすぐ脇にあるのが秋田犬の里、ありました。はい、秋田犬の里到着。ちょっと秋田犬見てこようと思います。はい、ここはですね、秋田県大館市秋田犬の里にやってまいりました。ぜひ秋田犬に会いたいと思ってこちらに来させていただきました。撮影できるということでね、中撮影したいと思うんですが、今ここはテラスにいます。早速秋田犬に会いに行きましょう。すごい、この天井かっこいい。忠犬ハチ公の顔出しパネル、こうなります。顔つい出したくなっちゃう。こっから先がですね、ミュージアムになっております。見てください、これ秋田犬展示室、今日はお休み。残念、調べ不足。月曜日お休みなんですね。今日月曜日なんです。1931年まで大館犬と呼ばれていた。大館市の犬だったんですね、もともと。これは何の写真なんですかね、これね。ゴリラ、猿を従えてる感じ。ザギトが秋田犬送られてましたよね。そして白鵬、この間引退発表しました。プーチン、ヘレンケラーも、すごい、パンダ外交みたいな、秋田犬外交がされています。秋田犬と友達になろうっていう、ガラス越しにね、秋田犬明日だったら見れた。まあ、いろんなコーナーがあって楽しいミュージアムになってます。ぜひ皆さんもよかったら大館市秋田県にお越しの際は寄ってみてはいかがでしょうか。月曜日以外がおすすめです。ありがとうございます。このでっかいのが欲しい。おっ、来た。開けていいですか。はい、開けますね。開けてください。4頭です。可愛い子犬を1匹連れて。ありがとうございます。でもいいっすね、これ1000円だったら別にハズレじゃないですよね。こいつを持って帰ります。可愛い。もう1回やっていいですか。これです。はい、ありがとうございます。ドン。
え、嘘。おお。ごめんなさい、儀式がありますので。この子にしよう。やったー、でかい。来てよかったWhat ain't that?2頭が当たりました。めっちゃ可愛いでしょこれ。これはうんちゃんにね、持って帰りたいと思います。ということでうんちゃんにちょっと連絡します。今日2回目のリクエストをやりたいなと。ビジュのパネこれがいいって。もう引いたのこれもうぐしゃぐしゃにしちゃったの。ビジュはそれがいいんだね。うん、たぬきうどんさん。たぬきうどんさん、真冬の外でコーヒーを飲んだらなぜかエモい感じになってくる説を検証お願いします。真冬じゃないけどいいかな。確かに真冬じゃないけどいいんじゃないのかな。やっぱり夜とかの方がいいってことだよね。寒い方がいいってことだよね。ちょっと今日の夜オートキャンプ場なんで外で火炊けると思うんで。そうなん、うん、やってみようかな。夜やってみよう。うん、ちょっと夜までお待ちください。じゃあね。はい、ありがとう。移動だ。いやー楽しんだわ。秋田犬の里、秋田犬ゲットからの秋田港へ。もう秋田市外に行きたいと思います。まあ、4時とかになっちゃうんですけど、今日もあっという間だったな。ずっと7号線で行くと思っていたんですが、7号線でも行けるんですが、秋田市街に行きたいんだったらこっちの方がいいんじゃないということで、7号線をバイパスする形で、Google マップさんがおすすめしてきましたけどね。今回ずっと国道ではあるっぽいですね。本当に僕は運転が苦じゃない人間なんだっていうことはこの旅で初めて分かりました。2時間3時間のドライブは別に平気です。秋田市入った。もうちょっとで着きます。行け、ビッグウェイスゴー。おが生ハゲライン、おが生線です。おが生赤と青のおが生ということで、秋田市街にやってまいりました。国道7号線にやっとつながったと。すっかり夕方です。あ、見えてきた。タワーが見えてきました。あのタワーがあるところが秋田港、道の駅秋田港です。あと5分ほどで到着です。すごいタワー、かっこよ。はい、道の駅秋田港です。よっしゃー、なんかすごいですね、植物園みたいなのがある。着きました。ちょっとここでね、いろんなもの買ってきたいと思います。今日の夜のために。道の駅秋田港着きました。タワーがあって、その横に植物園みたいなのあるなと思って入ってみたらですね、いい匂いがするんですね。そして植物園じゃなくて、めっちゃ声響く音質、めっちゃすごい公園みたいになってる。そんでかっこいいな、これストリートピアノある。ちょっと一曲なんか公園丸ごとドームで包みましたみたいな、全国各地にこういう公園作った方がいいと思うんだけど。レトロ自販機がここにもあったのか。ほんでこの施設を抜けたら4時47分に日没、ちょうど夕日なんじゃないの。夕日がちょうどよ。2階、3階、4階、5階ってある。何階に行けばいいの。あ、ち高さが出てる。5階で100m。 おー、すごい日没時間が近い。どっちに日は沈むのだ、どっちに日は沈むのだろう。すごいなこれ、めちゃめちゃ眺めいいじゃん。すごい一望できますね。もう夕日は沈んじゃったのか、雲で隠れちゃったのか、見れないですね。ちょっと遅かったのかな。
はい、ということで、道の駅秋田港すごかったっすね。フェリーとかまでは見れなかった、ちょっとギリ時間ギリギリになっちゃったんで、あと今日のね宿泊先的にもギリギリになっちゃうので、もう暗くなっちゃったし、急いで行きたいなと、今日はですね、この後道の駅いわきというところに併設されているオートキャンプ場がございまして、そちらで一泊、電源サイトをお借りして一泊しようと思っています。その前にちょっときりたんぽしか買ってないんで、食べ物ちょっとスーパー寄ってきりたんぽ鍋をするための具材を買おうかなと思っています。真っ暗ですが、ちょっとスーパーで買い出しをして、まもなく道の駅いわきでございます。海沿いの道の駅ですので、風が少し強いかもしれない、潮風があるかもしれない。着いた。風車がねあって、ブオンブオン回ってて、そっから電源を供給してるらしいんで、電源サイトの割には安いと言ってらっしゃいました。でここは炊事場になってて、今日はね平日っていうこともあって他にお客さんいないみたいなんで、自由にどうぞっていうことで、今日最後のリクエスト、もう一個やってないのある、あのコーヒー飲むっていうのやってないんだけど、もうしないんかなと思って動画回してないわ。あら、まあここは動画なしでもう一個やっときましょう。20撮るか。ほらこれ、これだって。ゆきえさんからのリクエストです。ゆきえさん、次に立ち寄るコンビニやスーパー、飲食店等に設置してあるポキン箱に今ある手の内の小銭を全部ポキンする。わかりました。ちょっともう今日は到着しちゃったんで朝になると思いますけど、ちょっと忘れないようにします。じゃあね、はい、バイバイ。ありがとう。ということで、俺ちょっと今お風呂急いで行かないと受付が終わっちゃうんで、お風呂行ってきます。道の駅、秋田港で買ってきたものをちょっとねお見せしたいなと思うんですが、まず生ハゲ、生ハゲのお面ね、これめっちゃ可愛くない？きりたんぽ、これも買ってくることに成功しました。きりたんぽの鍋をするとき用のひないじ鶏スープ、ひないじ鶏の煮卵、あとこれだ、うどんそばのあのレトロ自販機が1台置いてありまして、なんかグッズが展開されてて可愛かったんで、これも買っちゃいました。お米、300g ガッチガチに入ったこの車中泊にはもってこいの。秋田港の後スーパーで買い出ししてきました。ネギだったり里芋だったり鶏肉だったり舞茸、白滝、こちらは先ほどスーパーで買ってきた秋田のお酒、このメスティンとポケネノで熱燗できないかなと思っています。ということでね、ここでから今からね、僕はぐちゃぐちゃ動くんで、ちょっと見ててください。めっちゃうまそうじゃん、きりたんぽ鍋、もう染み込んでる、うまそう、ちょっと味濃そう、あーやっぱ辛いな、もう味染みちゃってっからな。じゃあちょっと里芋でしょ、めっちゃ味染み込んでる、で舞茸、あれなんか車来たぞ、寒くないです。今きりたんぽ鍋作ってました。あのベタっとなっちゃうからすぐ食べないと。あ、そうなんだ。あの上がる瞬間に入れて、うん、すぐ食べる。あ、そうなんだ。ベタベタになっちゃう。
これ煮詰まるとドロドロになっちゃうから。あ、でも今。ちょうどいい。ちょうどいい。お風呂どうでした？お風呂入ってきました。よかった。よかった。食べてみたので、うん。食べていただいて。はい、ありがとうございます。はい。熱燗。これ、熱燗めっちゃちょうどいいよ。ほっ。ほら。これ熱すぎず、ぬるすぎず。いただきます。何してんの俺、何してんの俺、これめっちゃうめえ。マジここの管理人さん優しすぎるんだよ。ちょっと味濃いから米が欲しい。ご飯オープン。いい匂い。さあこちらも佳境に入ってまいりました。第2回目のきりたんぽ鍋、最後これを入れてもう一人立ちさせたら完成です。ちょっとご飯食べてみましょう。うまい、うまい。やだ、なんでガガご飯に入るのよ。ご飯うますぎ。ご飯と一緒にきりたんぽ鍋食べよ。腹いっぱいです。ごめんなさい、ちょっと後で食べます。ちょっと寝る準備というか片付けを先しちゃおうと思います。よし、今日最後のタスク、タスクっていうかリクエスト答えたいと思います。すぐそこ海です。真冬ではないですけど寒い中コーヒーを飲んだらエモくなるのか。僕の気持ちはかなりエモーショナルですよ。寒いっていうエモーションが全身から今ほとばしってます。ただその映像を見た人がそれをエモいと思うかどうかの検証ですね、多分。これはやっぱり風を覆ってあげないと向こうにやる、持ってかれちゃってるんですかね。俺がここに立ちましょう。ここから風がめっちゃ来てるな。絶対エモいと逆だこれ。風を遮る変なおじさんじゃない。あ、湯気出始めた。このコーヒー本当美味しいんですよ。猪苗代に行った時には皆さんぜひお試しあれ。よし、じゃあうまい、エモい。説は立証されました。今日はもう寝たいと思います。ありがとうございました。リクエストエモかったな。今日はここまででございます。ただいま時刻は23時46分。でっかいぬいぐるみを抱いて寝ることにします。じゃあ皆さんまた明日。明日は山形県に突入だ。おはようございます。雨降ってるか。これブラインド開けたら海だった。やりましょうか。めっちゃ景色がいいはず。でも雨っぽい感じする。せーの、おー、海だ。天気悪い。そこがビーチになってるんですね。ちょっとわかりにくいけど。めっちゃいいじゃないですか、この場所。これ。昨日作っておいたおにぎり。残ったんでね、ご飯。ギタンプいっぱい食べてご飯。あ、なんでご飯炊いたんだろう。このターキーのためですね。あ、ギリ言えた。こんなところでした。とってもね、海が近くて、天気が良かったらもっと最高だろうなと。そして、あそこにトイレがあって、ここに炊事場がある。あと風車ね、これ風車。風車すごいんですよ。めちゃめちゃ大きくてね、夜中はね、グオングオン言ってました。夜中風強かった。今風のないです。プラスちゃん、
カラスちゃん逃げることないじゃないか。出発しました。すごくいいところでしたね。夏とか最高ですね、多分ね。というわけで秋田県はもう中腹を過ぎてですね、かなり南の方に下ってまいりました。最後秋田のスポットとして道の駅象形っていうところ、象形って読むんだと思うんですけど、に行こうかなと思っています。ここから1時間かかんないぐらいなので、ちょうどまだ1時間かかんなかった。8時過ぎじゃん。やってないかもしれないですね、お店が。ちょっとゆっくり給油でもしながら行こうかしらね。風車がいっぱいあるんですね、この辺は。かっこいいですね、風車ね。お、すごい海だ。ちょっと入れそうな砂浜があったんで、海を触りに行こうというイベントを観光しております。ほら見て、何この下からブツブツ生えてるの、気持ち悪い。これ何、マジワカメ、ワカメ、何こうやって撮ったら、もしかしたらすごいあれなんじゃないですか、ドラゴンボールの世界みたいな。ほら海だよ、みんな。うわーい、あー、やばい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 、海触りたいんだけど、海触りたい、海触りたい。よっしゃー、触った。はい、海でした。こう海沿いの7号線走ってると海見えたり消えたり、見えたり消えたりするんで、見えるたんびに海だ海だってなるんで、このままじゃいけないと思って触りに来たって感じですね。はい、ガソリン入れてきました。そして間もなく道の駅象形と言っていましたが、久方というそうです。Google マップさんが教えてくれました。あと8分ぐらいで着きます。海触ったりガソリン入れたり、9時から開店ということで、もう間もなく9時になるということで、バッチシなんじゃないでしょうか。展望温泉が併設されてる道の駅ですね。むしろ展望温泉のに併設したんですね、多分。この辺全部込み込みで道の駅なんですかね。いろいろかなり広い施設ですね。あっちに公園があって、あっちにガソリンスタンドがあって、そしてこっちは展望温泉ネムの丘って書いてありますね。すごく大きな施設です。日本の投げ方、白線の海岸です。夕日は見れないですが、登っていってみましょう。お、何が見えるか。おー、綺麗だな。芝生がしっかり敷いてあって、めっちゃ雨降ってなければな、もっと心地よかったんだろうけど。あそこに如来様みたいなのがいますね。めっちゃ綺麗。水平線やば。如来様じゃなかったですね、聖子さんです。聖子さん、中国四大美女が一人住んでおられます。首が長くて本当にスタイルがいいですね。顔はまあちょっと僕の好みではないですけど、夫婦円満の神、あ、いいですね。これはもう、ま、絶対ここにお祈りしていかなきゃ。2409円入れたんですけど、マジ撮ってないかった。僕がカメラを回し忘れて証拠がなくなりましたけど、これが証拠です。まあ数円でもね、募金すればこれはもらえるのは確かなんで、あの2400円も入れたのに。こういうのは気持ちなんでね、全部募金しろっていう、リクエストに関してはね、ちょっと疑いの残る結果になってしまったかもしれないんですが、うわ変な感じになっちゃったということで、それはもう忘れて、リクエスト抽選しましょう。ニカホ市で採れたイチジクの
フレッシュランチ。うん。おはようございます。ライブイット登場。てんてん、あ、てん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 。はい、どうぞ。あ、それがいいの。はい、ちょうだい。ちょうだい。ダーメって。タツーヤさんからですね。タツーヤさん。腕立て10回お願いしますということです。雨降ってなければ外でやるんですけどね。ここでじゃあ できる範囲でやらせていただきますね。はい。はい、うんちゃんさんありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。10回。優しいな、10回とか。って言って全然できなかったりして。しんどいですありがとうございました。それでは山形県に突入だ。今から向かうのは十六羅漢岩、岩を掘って像にしてあるですね、岩があると、ナルトのほかげのやつみたいな感じでみたいなのが俺のイメージですよ。その見たことないんでわかんないですけど、それはちょっと見てみたいなと思ってそこを目指します。もうそこはすでに、山形県に入っていますので、もう秋田県はこれでおしまいでございます。まもなく県境、県境はねこの旅の一大スペクタルクルーイベントですので、今回も逃さず山形県入りました、最後の県ですっていうのをやりたいと思います。こんなにねすっきりくっきりいかないんですけどね、いつも。いやもうでも本当そうですよ、最後の県ですよ。